はい次です今ブロック暗号の話をデスト AES の話をしましたでデスト AES はデータを6 4ビットとか6 4ビットとか1 2 8ビットごとに区切って、えー、いろんな混ぜたり置換したりってことをやってるんでしたね次はストリーム暗号です 一番あのえと簡単かつ今でも使われている RC4 を紹介しようと思います皆さんまあ情報学の学生さんですのでえこういうアルゴリズムです、えー、やってることは2つあって1つは変換テーブルを作ります変換テーブルこれどういうふうに入れ替えるかっていうのを作ってるわけですよねでその後その変換テーブルに従って1問ずつ出力するということをやっていますまあなので 割とあのシンプルなので、高速だという利点があります。で今でももちろん使われています。